とうございます。おはようございます。マッシーさん、カニありがとうございます。眠たい。おはようございます。今日はね、なんか、あんま良くない内容なんで、みんなには言わないんですけど、もう、なんか、嫌な系、なんか疲れる系の夢が、なんか、4つぐらいの話が、もうギュッて詰まった夢を見て、今日あんまり寝れてないけど、今日あんま寝てないのに、めっちゃ夢ばいっぱい見て、しかも全部嫌な感じの夢で、しかもなんかすごい繊細に覚えてて、めっちゃ疲れました。寝ただけで疲れた今日めっちゃ変な夢いっぱい見て最悪疲れました。だからもうしおりちゃんハートありがとうございます。かとちゃんも花束ありがとう。なんちゃん出てきた。お、いいじゃないですか。ちょっと15分だけやります。ごめんなさい。おはようございます。ちょっと後で調べてみよう、夢占いみたいなこういうの見た なんとかみたいなやつ。おはようございます最近なんかね、夢見ること前より増えた気がする。てか今日顔がちょっとむくんでるな。カッツーさんかわいい。とカニ、イソッチさんかわいい。しおりちゃん暑いね。ありがとう。寝起きなんでちょっと寝起きの声してます。ございます。パジャマ、これパジャマじゃないよ。ちゃんとしたワンピースですよ。なんかランが持ってる服ってなんか多分まあショールの上半身しか映んないからだと思うんですけど、パジャマに見られがちな服めっちゃラン持ってる気がする高確率な場合でランパジャマって言われるもん。なんか服着てたらちょっともうちょっと大人な服も挑戦しないとな。部長さんタコありがとうございます。カップくんハートありがとうそう花柄です。おはようございます。昨日公園で音響さんに差し入れいただいて、それがね、美味しかったですなんかたい焼きなんやけど、中身はお好み焼きみたいなやつで、この間もう一回いただいたんですけど、昨日ももらってめっちゃ美味しかった。なんか名前わかんないんですけどね、なんか見た目はたい焼きなんやけど、中身があのあれなんですよ、お好み焼きの味でめっちゃ美味しい。なっちゃんハートと金杯さんかわいい、ありがとうございますパフォーマンス目奪われた、ありがとう、嬉しいすごい美味しかったんです、ありがとうございました。たい焼きはみんなどっちから食べる派、頭から尻尾か。ラーンはなんかたい焼きはそこまでどっちでもいいんですけど、なんかししゃも、給食でししゃも出た時はもうめっちゃ足から食べてた、足速くなるみたいな
なんかよく言わん、小学生、中学生。なんちゃん握手取るんだけど、あ、ありがとう。やった。どの日がおすすめ？まあどれでもおすすめなんですけど、でも一応1日目の9月22日はみんなおすすめだよって絶賛してます。あとはまあランの誕生日の数日後の10月14日とか、まあ、クリスマスイブとかそんな感じかな。え、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ待ってます。今日の昼ぐらいかな、もう始まってるかな。第3次受付です、握手会。来てください、皆さん。9月22日撮った、ありがとう、嬉しい。券取ったよ、ありがとう。そう、今日はリセット公演なので、2回公演、久しぶりリセットの2回、そうなので、ちょっと チーム K の先輩のファンの人とかにも握手行きたいなって思ってもらえるぐらい頑張るのが目標です。今日は8月行く、ありがとう。8月の私服はもう決めました。10やろ、10の、まあ、10か知らんけど90、11かな。誕生日の数日後行く、ありがとう。待ってます、ありがとうございます。リセット見たかった。じゃあルマンド撮ってるかな、撮ってないかな。超真夏の日だし、そうなの？いやだ、昨日めっちゃ暑くなかった？シュートカン当たりません。嬉しい、嬉しいかな。ありがたいですね。なんちゃんなくした友達に紹介するぐらい、したいぐらい。いい、ありがとう。もっともっと広めてよ。ファンの人がね、みんな団結して宣伝してくれたらすごいから。握手が待ち遠しい、そんな存在になってて嬉しいですが、もうありがとう。ヒロコイン楽しみにして、あ、来るの、ありがとうございます、待ってます。ヒロコイン行くよ、やえい。9月券取ってありがとうございます、やった、ありがとう。泣かすいた、食べてない。今日は一旦寝らん、5時に起きたんですよね。そっからもう一回寝たで、7時半ぐらいに起きたんやけど、まだご飯食べてない、泣かすいた。制服のまま、かわいいじゃん、待ってます。そう、早起きでしょ、だから眠たいです。よしね、めっちゃ変な夢、めっちゃ詰め込みで見たから。疲れました。朝ごはん食べてね、ちょっとリフレッシュしてから行こうかなと思います。8月10日行くよ、お、待ってます。もう8月10日の私服決めた。なんか今日顔なんかむくんでない？そんなことないかな。
クシー初めてかも。あ、え、そうなん？意外。じゃあ待ってます。8月で楽しみにしてます。髪型何にしようかな？浴衣祭り。そう、今日はリセット。夜はお兄さんの大切な公演です。去年の8月23日に初めてリセット公演にランワンダーとして初日で出させてもらったんですけど、その時も2回公演で夜がお兄さんの生誕だったんですよ。なんかすごくない？すごくはないか、すごくないかけど、なんか懐かしいなって、もう1年ぐらい経ったのかって思いますね。そう、めちゃくちゃ緊張してました。その時も緊張してて、始まる前も自分に大丈夫って言い聞かせて、顔死んでたらコミさんに大丈夫顔死んでるよって言われて、大丈夫ですって言って、マジで心臓飛び出るぐらい緊張してた。なんか修行、なんかランは劇場デビューしたのが5月4日なんですけど、で修行中公演でデビューして3ヶ月ぐらい公演して、まあ、リセットだったんですけど、まあ修行中公演はそのランは初日から出させてもらってたから自分のポジションがあったんで、まあリハとかレッスンとか全部受けてたから、なんやろ、大丈夫っていう自信があったから、まあ、緊張するけど劇場に立つこと自体初めてだったから、まあ、そこまで緊張しなかったんですけど、リセットはね、もうまあ緊張した。もう先輩の中に混じって踊るのがその本番ぶっつけで初めて、まあ、リハーサルで何曲かやるけど、だからめっちゃ緊張してました。もうほんまに、しかも2回公演かと思ってめっちゃ緊張して、そう、その時は小遊三ポジで出させてもらいましたね。めっちゃ緊張した、ほんまにガチガチだった多分。今は緊張する、え、全然しますよ。まあそれ初日とかに比べたらしないけど、普通になんかちょっとね、そうだからこの間ユニットが変わったから、それでめっちゃ緊張してた。リハでラン歌詞とめっちゃ間違えたが、めっちゃじゃないけど、リハでこの間歌詞間違えて、それがちょっと緊張してました。この間は、はやちゃん、くまありがとうございます。部長さん暑いね、ありがとうございます。見返したににやけてた、あ、嬉しくてにやけ、あ、マジ。リバイバルオンデマみたいなやつかな。オロチさん、コキンくんありがとうございます。なんちゃんなく試験追加したい、ありがとう。カントほとんど行くね、え、神じゃん、ありがとうございます。何時まで、あ、もう終わります、ごめんなさい、もうそろそろ終わりますね。うん、ハルピン暑いね、なっちゃんかわいい、ありがとうございます。じゃあランキング読みますね、ごめんね短くて。ちょっと13位なっちゃん、12位キッチンさん、11位ケンタアットナツメグランカナさん、10位カッツンアットランファミさん、9位一条寺ヒカルさん、一条寺ら ?1 位かな、8位ヒヨコさん、7位部長さん、6位ヤローさん、5位コウさん、4位ハルナちゃん、3位イソッチさん、2位ガシアットモロコシチャさん、1位しおりちゃんです。ありがとうございます。うん、これ頑張ってください、ありがとう。じゃあラッキーなんちゃいます、じゃん、アッキーセブン7、アッキー7、アッキーセブンさんです、ありがとうございます。ハッピー。はい、じゃあ1684人朝からありがとうございました。岡田おめでとう誕生日、え、なんかな、0時00分起きて携帯いじってたんやけど、めっちゃ焦ってて、なんか0時5分ぐらいにあっと思って、
そう、なんか大体のメンバーはもうこんぐらいの文の長文を書いて、まあ、送るんですけど、岡田になんか長文書くのもなんかちょっと恥ずかしい、なんか違うなと思ったから0時5分ぐらいに、あーって言って遅れたおめでとうっつって、二十歳やんって言って、セクシーな一年になりますようにと送ってあげたでめっちゃもうめっちゃ岡田の変な、もう急に撮ったみたいな写真にハッピーバースデーハートとかいっぱい適当に手書きでデコレーションしている画像送っといたうん5分ぐらいに送ったうん、だから 6件ぐらいドドドドってつなげて送ったら、岡田がなんかもう20個ぐらい全部違う種類のスタンプでポン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 うるさいうるさいって思ってうん、はい、まあじゃあ終わります。ありがとうございました。バイバイ。今日リセット公演頑張ります。めぐみパンチあ、よかったらフォローしてください。握手券も第3次受付始まるので、ぜひ来てください。暇な人はぜひ待ってます。暇じゃなくても頑張って来てくださいじゃあ終わります。ありがとうございました。バイラン、バイバイ。